サンフラワー11サンフラワー11は、日本高速フェリーが運行していたフェリー。サンフラワーシリーズの5番線として、来島ドックで建造され、1974年10月1日に、大阪・鹿児島航路に就航した。竣工当時、日本で最も豪華なフェリーとして建造され、建造費は60億円にも上った。外観も1番線から4番線と大きく異なり、 直列に並んだ2本の煙突、丸みを帯びた、線路前面など、クルーズ客船を模したデザインとなった。その後、1975年9月に来島ドックに売却され、日本高速フェリーがチャーターバックする形で運行を継続し、1977年2月に大阪渋士航路に就航した。1981年9月には来島ドックで、 船内設備の改装工事を実施、総トン数が増加して13,575トンとなった。1990年11月、日本高速フェリーの航路譲渡により、ブルーハイウェイラインへ移籍、サンフラワー薩摩と改名した。1993年3月、サンフラワー薩摩の就航により引退。両船と構造が異なり運用上不都合があることなどから、 サンフラワー5姉妹の中で最も早く引退した。その後、海外焙煎され、フィリピンのスルピシオラインで、プリンセス・オブ・ザ・オリエントと改名して、マニラ・セブ・コーロに就航した。船尾に船室を増設、パブリックスペースに2段ベッドを並べ、旅客店員は約3000名まで増やされた。速力は18ノット程度で運用された。1998年9月19日、 平成10年台風第7号の影響による、高天でベルデ島水路のフォーチュン島付近で沈没した。死者51名、行方不明者216名を出す3時となった。事故原因は煮崩れによる転覆であったが、フィリピンでの船室の増設工事により復元性が悪化していたことも要因とされている。ありがとうございます。